妙智会教団は、宮本密と宮本公平によって設立された、北ッ教系の新宗教である。交渉信者数は、約69万3610人。西田無学が提唱した財家による、北ッ業行の専属用に加え、困難を耐え忍んで善を行っていくという、忍ぶしという姿勢を、日常の基本精神としている。公平、密は、当初、 本門不通立校に入信していたが、1929年に、密が、諸病にかかり1933年には入院することになった。そこで題目を唱えるも好転せず、1934年に、医師の反対を押し切って退院。その後、密の兄から、霊友会を勧められ入信した。2ヶ月後には、夫の公平も入信した。1936年の暮れに、 公平が霊友会の第七支部長に就任。翌1937年には霊友会本部の勤務になり、1945年に公平が死去してからは密がその支部長を引き継いだ。なお、この時の第七支部は霊友会の中でも最大の支部となった。しかし1949年のいわゆる霊友会事件により他の支部が独立し、教団化したのと、 同様、1950年に、霊友会から離脱し、10月12日に、明智会教団と交渉して、1952年に、宗教法人格を取得した。本部と千葉聖地で行われるものがある。この他にも、明智会ありがとう基金主催のチャリティーバザーや、チャリティーコンサート、講演会等様々な活動を不定期で行っている。ありがとうございます。